今回は肩こりに効く整体マッサージをご紹介します。そしてツボ押しの場所や方法についても解説します。まず上半身全体をさすります。背中全体をさすります。次に大きく掴むようにして揉みます。次に叩きます。まずはリクエストがあった天宗の場所を、言いますね。じゃあまずちょっと肩甲骨の位置を分かりやすくするために縁取っていきますね。ここにこういうふうに、ラインがあります。これ肩甲骨ですね。ここに肩甲骨がありますね。これが、まあ、こういうふうに、これが肩甲骨で、ここが肩甲極、肩甲極というここの鎖骨とつながってる、ちょっと細い出っ張りがありますので、そしてこういうこちらが上角ですね。で、ここは下角ですね。で、ここに肩甲極がこういうふうにありますので、この中央、ここですね、中央、ここが約中央になります。で、そこと下角を結んで、で、それの上から3分の1になりますね。ここからここまでを結んだうちのだいたい3等分して、こんな感じですね。で、ここ響きますね。はい。で、ここが響く場所がツボになりますね。これが天宗というツボになりますね。これが肩こりに効くツボですね、はい、反対にもありますので、まあ、ここもこう透けて見える感じですけれども、はい、こういうふうにこういう形で肩甲骨があって、ここが肩甲極ですね。で、この肩甲極の中央ですね、真ん中のところと下角を結んで、そこからだいたい3分の1で見て、ここですね。このあたりどうですか？はい。あとここが天宗のツボですね。ここがツボです。響きますね、はい、これは肩こりに効くツボ天宗です。次は股骨というツボを押していきます。で、こういうふうに鎖骨がありますね。そしてさっきの肩甲極もこういうふうにこう来てますので、で、鎖骨と肩甲極の、まあ、ぶつかるところというか、ここにくぼみがあるんですけれども、辿ってお互いにこう辿っていってぶつかるところで、ここが股骨というツボです。で、これをこういう感じで押しますね、うん、響きますね。はい、これも肩こりに効くツボです。すいません、でね、鎖骨を辿って、この肩甲極をもこう肩甲極と鎖骨の、ライン上にくぼんでるところ、ここが股骨になります。こういうふうにして押すと肩こりの人は、気持ちがいいんですね。ね、
振りの度合いによってぐーっと押し込んだり軽く揉むようにしたりして刺激してください。次は牽制という代表的な肩こりのツボですね。よくもう自分でもこう、あ、肩こったってさ、もう触ってみてください。そうそうそう、その辺触りますよね。はい、でそういう場所なんですね。この肩甲骨内縁、さっき言った肩甲骨の内側のそのままこういうふうに上に上げていって、あ、出ない、この肩甲骨の内縁のライン上で上げていって、この肩のてっぺんというか、この肩の一番高いところですね、よいしょ、そこにあるのが牽制のツボですね。こうしていくとどうでしょうかね。うん、きますね。気持ちいいですかね。うん、やっぱりこう特に、肩こりの代表的な、一番やってほしいな、気になるなというふうに感じやすい、これ牽制のツボですね。でこちらも同じように肩甲骨内縁の、高さ、この肩の真上のところですね。そこに牽制のツボがありますね。はい、この高いところですね。はい、次は肩甲骨上角のところですね。背骨から指4本分ここに、まあ、あのこの方の指4本分なので私よりは少し幅を広く取ることになるんですけれども、この上角のところに腹分というツボがあります。この一番角のところですね、内側のこれが腹分というツボですね。どうでしょうか。はい、でここも肩こりの人は非常に気持ちがいい、やってほしいポイントになりますね。こちらもこう背骨から指4本分で上角のところですね。ここは腹分というツボになります。どうですかね。結構もう触ってすぐコリコリしています。大体肩が凝ってる方は押した時にもここにこうもうコリを感じますので、ここをこう揉むようにして押してあげると、非常に効き目があります。もうコリを感じますね。はい、じゃあ次は風池と天柱というツボを押していきますね。ここにこう後頭骨がありますの でこう首、頸椎ですね、こう頸椎がありますね。でこの太い筋肉のすぐ横が天柱になります。こういうふうにしてこうしていくとどうですかね。はい、これ目の疲れてる方とか肩が凝ってる方とか、頭痛がする方とか、はい、そういう時に、まあ、もう無意識に自分で押したりもしますね、こういうところは。はい、で次にもうちょっとこの耳の後ろにこの出っ張り骨がありますけれども、こっち寄りに少しずらしていって、この辺りですね、こちら側が風池というツボになります。風池もこういう風にして押していくと、まあ、非常に肩こり、首こり、目の疲れ、頭痛、そんな時に、まあ、鼻づまりなんかにも効果を発揮します。同じようにこういう風にして額の方に手を回してしっかり支えを作った状態でぐーっと頭を上げていくようにして入れてあげるとよく効きます。が風池になります。でこう後頭骨があって頸椎があって天柱、風池となりますね。この耳の後ろの出っ張りも目安になりますね。ここからぐーっとこう後頭骨つながってる感じでツボがこうありますので、このここに沿って押してあげるとだいたいこのライン一体気持ちがいいところですね。どうでしょうか。はい、まあ、以上のような、点を、
頭に留めて押すようにすると効果的に肩揉みをすることができますね。で肩揉むときって、結構こう指先に力を入れがちなんですけれども、そうではなくてここですね、ここにこう、こう指で押されるのより、ここでやられる方が気持ちよくないですか？そうですね。はい。ここ全体をここにしっかり当てて、で、自分のこう、体重を後ろに引いていくような感じで、揉んであげると、やる側も受ける側も、楽に気持ちがよく効果的にできますね。あんまりこう指先にグッと力を入れるというのは、やる側も疲れますし、受ける側も揉み返しなどが起こりやすくなりますのでよくありません。揉むときはここをちょっと意識するようにして、広く手を当てて、全体的に大きく揉むようにしましょう。はい、それから、凝りが深い人にはぐーっと体重をかけて押し込むようにして押す方が効果的ですが、それで痛い方の場合は、もう少し当たりを広くしたり、こう、こねたりするようにして、深く押しすぎないようにしますね。どちらがいいですかね。浅い方がいい。浅い方がいいですね。こちらの方はちょっと柔らかいタイプなので、ちょっと当たりを広くして、表面の方を深く入れずに揉んでいくようにしますね。そういう方には、こう叩く刺激も非常に、ソフトながらもよく効く形で、受けていただけますね。それから三角筋のところですね、この上腕の外側のところ、ここが肩が凝ってる人は非常にここも硬いです。目が疲れてる方ここが硬いですね。なのでここも一緒にほぐしてあげると肩こりが和らぎますね。三角筋のほぐし方はですね、こういう感じで、寝た状態でしたら上からちょっとこう手を当てつつ押して揉むようにしますね。いかがですかね。あ、気持ちいいですね。三角筋はこういうふうについてるので、こういうふうに肩先から肘の近くまでこういう形で揉んでいきます。反対も行いますね。ちょっと、強くないですかね。あ、全然大丈夫です、この時も指先じゃなくて手のひら全体使うようにしたり、この辺りが密着するようにして揉んでいきます。はい、一旦、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。